どうもこんにちは、カイカイです。 FF16 やばいですね。自分自身デモ版を遊んだところなんですけども、これは神ゲーの予感。 FF16 は FF シリーズ史上最もアクションフォーカスしたゲームというだけあって、自分自身アクションゲーマーを自称しているんですけども、そんな自分でもめちゃくちゃ楽しめるぐらいのアクション要素を提供してくれていました。まあ自分はどちらかというとソウルライク的な側面でのアクションの方が得意ではあるので、ちょっと苦手分野な部分もありました。操作系統がちょっと自分には難しかったりと。しかし繰り返し遊んでいく中で、慣れていくことでどんどん楽しめるようになっていきましたし、パリとかもうまく活用することによってめちゃくちゃスタイリッシュにプレイできるようになっていくことができました。この達成感は他の人にも味わってほしいですし、もし購入するか迷っている場合、まあもちろん皆さん自身でデモ版を遊んでほしいというところではあるんですけども、そんな時間ないぞと、このレビューの中で FF16 の良かったと思った部分、悪かったと思う部分、全てまとめようと思いますので、ぜひそれをこのゲームを購入するかの判断に役立ててください。このゲーム FF シリーズ史上最もアクションにフォーカスしたものと言われつつも、アクションがなかったとしても普通にトップクラスのゲームだと思います。で、それはストーリーのおかげなんですけども、このゲームデモ版だと最初の数時間を遊ぶことができるんですけども、最初の数時間を遊んでいる時点でまるで止まることができなくなった暴走車両に乗っているかのようなスピード感、そして何か取り返しのつかないことが起きてしまっているんだという焦燥感のようなものを的確にプレイヤーに感じさせてくれる非常に良いストーリーだと思いました。オープニングであれなんで、これから先のストーリーがめちゃくちゃ楽しみですし、もう一つ、このゲーム一応17歳以上とかそういう評価だったと思います。セロレーティング的なものでは、開幕2時間のストーリーでめちゃくちゃ重めの展開持ってきてます。ちょっと心が弱い人はとっつきにくいかもしれないなって思うレベルでの重めのストーリーです。詳しいことはもちろん皆さん自身に体験してほしいので、ここではネタバレのようなことは言いませんけども、新世紀エヴァンゲリオンでシンジ君が乗っているエヴァが他のエヴァをケチョンケチョンにしてて、それをシンジ君が何も操作できない、やめてよもうやめてよっていうあれのようなシーンがありました。もちろん相当ダークになっているせいでそういった描写が苦手な方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういったダークな世界観にすることで今までの FF では伝えきれなかったようなストーリーを伝えることができるようになっているんじゃないかと思います。キャラクター同士の交流であるとか、それらキャラクターたち自身の性質というか人物としての描写っていうのもものすごく重めというか、ものすごく重厚感のあるものになっていますので、それこそ各王家というか各国家の思惑が交わり合いつつ、それぞれの国家の中でもちょっと対立が発生したりしていて、で同盟国同士での裏切りがあるとか、そういった政治的スリラー要素も楽しめるストーリーとなっています。まあとにかくえげつないくらい引き込まれるストーリーだということが分かっていただければ問題ないかと思います。このゲームの戦闘システムを一言でまとめてやると、勝つのは簡単、かっこよく勝つのは難しい、そういった具合の調整になっています。自分はストーリーフォーカスモードではなく、アシストアクセサリーが全て自動で外されるアクション重視のモードで遊んだんですけども、簡単です。正直ゲーム初心者とかそういった方にはその限りではないとは思いますけども、しばらくアクションゲームを遊んでいる人であれば、回避して攻撃してっていうことを繰り返していれば、戦闘自体にはとても簡単に勝てるようなシステムになっています。それこそアシストアクセサリーがなかったとしてもです。ただしトレーラー映像でやられているような、そしてゲームのショーケースイベントとかで見せられているような、かっこよくスタイリッシュに敵を撃破していくなんてことは全く別次元の難しさです。自分これでもセキロのプロを自称していますので、パリ重視のプレイスタイルで行こうと思っていまして、パリを狙うんですけども、通常のパリは非常に難しい。それこそタイミングはセキロの2、3倍厳しいような調整になっていると思います。
後から別のもっとやりやすいパリが手に入るようではあるんですけども、それでも敵のモーションをしっかり理解しないといけないということで、敵がタダでやらせてくれるというわけでもありませんし、このゲームの真髄はそもそもそこではないと思っています。このゲームの戦闘は素早くパレットチェンジをしつつ、いくつかの召喚獣をセットできるんですけども、それらの召喚獣のアビリティをどんどん使っていって、各シチュエーションに合った技を選び抜いて、それを的確に使っていくことによって敵の全ての動きを封じ込んで完封勝利する、そういったものだと思います。パリはそのうちの一つの道具にしか過ぎなくて、パリ中心のプレイスタイルっていうのはちょっと違うかもしれません。そしてこの部分の序盤でスタイリッシュに勝利するのは難しいと話しましたけども、それでも練習が報われるようなゲームでもあると思います。デモ版っていうのは2つのパートに分かれていまして、ゲームの最初の数時間を遊ぶことができるストーリーを見せるための部分、そしてもう一つのデモ版の部分がありまして、それがゲームの中盤ぐらいなんでしょうね、特定の砦を攻略するイベントっていうのがあります。そこの攻略を通して、でストーリーっていうのはあまり伝わってこないんですけども、そこを攻略する中での戦闘要素を楽しむことができるデモ版の部分になっています。そちらの戦闘システムのデモを遊び始めた序盤の方、自分結構たどたどしい動きというか、あまりうまくキャラクターを動かせてはいなかったんですけども、終盤の方にもなってくると完璧ではありませんけども、ちゃんと敵の攻撃をパリしつつ、敵が何もやっていない時はしっかりと反撃を叩き込んで、そして様々な召喚獣アビリティっていうのを積み重ねていく、連ねていくことによってスタイリッシュなコンボを紡いでいく、そういったことができるようになっていました。練習次第ではよりスタイリッシュに、よりかっこいいゲームプレイを見せることができる、それこそ見せプレイができるようなシステムですので、そういった戦闘ギミックを極めるのが得意な人、好きな人にはとことん刺さるような戦闘システムだと思います。それを抜きにしても、まあ別に極めるつもりがなかったとしても、うまく技がハマった時の爽快感であるとか気持ちよさっていうのは誰でも体感できるものだと思いますので、デモ版を遊んだ限りで言うのであれば素晴らしい戦闘システムだと思いました。ストーリー戦闘要素と見ましたので、それ以外の部分も掘り進めていこうと思うんですけども、非常にシームレスな体験ができるっていうのがその辺をまとめるのにいい単語だと思いました。まずロード時間がない、これはデモ版の公開前から開発陣から言われていたことだったんですけども、プレイステーション5のハードウェアがあってこそだったっていうことが言われていました。それに加えて開発の序盤では PS4 向けにも開発しようと検討していたんだけども、やはりそっちは切り捨てて PS5 のみにすることが決定したとも言われていました。そこで一番大きなのはやはり PS5 の SSD の存在だと思います。 SSD があることによって超高速なロードできるわけなんですけども、それを実感させてくれるゲームです。ロード画面っていうのはほとんど遭遇しないというか、ロード画面を見た記憶があまりないですね。そしてもう一つのシームレス要素がゲームプレイシーンとムービーシーンの移行です。ゲームを遊び始めた時にもちろんムービーシーンから入るんですけども、そこから滑らかにゲームプレイシーンに移行しますし、ゲームプレイシーン中にもちろん特定のタイミングでムービーシーンに移行するわけなんですけども、それもプレイヤーに気づかせないというか、いきなり入ってでも滑らかに感じるんですよね。でそれが何度も何度も行われていく中で、ムービーシーンを軸としたそれこそ映画のような体験を遊んでいるにもかかわらず、その一部一部を自分が操作することができるような感じを得ることができます。ただただ敵をぶった切りたい、ただただ戦闘を楽しみたい人に対してはちょっとあまりいい要素ではないのかもしれませんけども、大部分のプレイヤーにとってはムービーシーンを通してひたすらストーリーに没入していって、敵技敵技戦闘を挟んでいって、その戦闘で自分がかっこよく敵を撃破していくっていう感覚を味わえる、いい調整だと思います。そしてもちろんデモ版の感想がそういった具合なんですけども、それ以外にもオープンワールドではないにしろ、オープンフィールド的なものが存在するっていうのはすでに発売前のイベントから分かっていることですので、そちらの方では映画の一部になったような感覚を味わうようなゲームプレイではなく、自分自身でストーリーを紡いでいくというか、自分自身で自分の行動を決めていくような感覚を味わえるようなシーンもあるんじゃないかと思います。そしてムービーシーンなんですけども、これがまた素晴らしいですね。音響効果めちゃくちゃいいです。自分自身がゲームの配信とかをするとき、ゲーム音量っていうのはちょっと控えめにしているんですけども、このゲームについてはなるべくできる限り最大のボリュームでやらせていただきました。
FF16 の音響効果って本当に素晴らしくて、しかも BGM も本当に神がかってるので、 BGM とか音響効果を通して一気にプレイヤーを戦闘シーンに引き込んでいく、ムービーシーンに引き込んでいくだけでなく、その音楽自体もめちゃくちゃ盛り上がるものですので、ついつい乗っちゃうというか、もう乗らざるを得ない感じでした。そしてデモ版の公開前に、これはムービーシーンに対して疑問に思われていた部分だったんですけど、 QTE が存在します。ただ従来通りの QTE ではありません。この QTE っていうのが2種類のボタン入力しかなくて、しかもボタンの受付時間が非常に長いんですよ。なのでこの QTE は従来通りのこの特定のボタンコンビネーションを的確に入力させるとかそういうものではなく、あくまでもムービーシーン中にちゃんとコントローラー握ってね、ちゃんと体験してね、ちゃんと没入してねっていう風にプレイヤーに訴えかけてくるもの、そしてプレイヤーが実際にそのムービーシーンを操作しているかのように感じさせるための要素だったんだと思います。それに過剰に使われているわけでもありませんので、別に問題だった要素とかそういうものはなかったんじゃないかな、 QTE については。もう一つムービーシーンについてめちゃくちゃ良かった要素なんですけども、アクティブタイムロア、素晴らしい。他のナラティブゲームにも導入してほしいような要素です。やっぱり昨今の AAA ゲームがどんどん長くなっていく中で、プレイしていてこう例えば1ヶ月かかってしまったともなると、ストーリーの序盤の要素なんて終盤の方には忘れてしまっている部分があると思うんですよ。例えばストーリーの序盤で特定の人物が導入されたとして、そのプレイ時間にして20時間後ぐらいにまた登場したところで、そいつが誰なのか忘れてしまっているようなこともしばしば、そういうことが起きないようにしているのがアクティブタイムロアで、そのシーンに登場している固有名詞などをリアルタイムで解説してくれるものとなっています。それに特に FF16 のようなゲームでは、様々な国の名称であるとか、おそらくそれぞれの国に国王の名前であるとか、そういったものがあるんだと思います。思惑が錯綜するっていうふうに言ったんですけども、ってことは複数陣営が存在して、それぞれの陣営にもやっぱり固有名詞、そしてそれぞれの陣営のトップ、そういったものがあると思います。非常に複雑な関係性になってきますので、それをプレイヤーにうまく伝えるという点においては素晴らしいことだったと思いますし、他のゲームでも真似すべきだと思いました。ということで、ここまでポジティブな要素を話してきました。ここまで話してきた部分については他のレビューアーの方と言っていたことは大筋一緒だったかもしれませんが、こっから先ネガティブな部分についても述べていこうかと思います。もしかしたらこっから先の部分が他のレビューアーの方が言っていることと違う要素になってくるかもしれません。配信していていくつかここ良くないなって感じる要素はありました。自分がこのゲームについて言えるネガティブな要素っていうのは主にテクニカルな側面です。ゲームプレイであるとかそういったことについてはほとんど文句はありません。テクニカルな側面で少し不満点がありました。例えば自分 60fps で遊んだんですけども、 60fps は出てませんでした。もちろんカメラを一切動かさずにこう一点を見つめているだけの場合は60は出てたのかもしれませんけども、少しでもカメラを動かした瞬間、少しでもキャラクターを動かした瞬間にはフレームレートが結構がっつり下がっているような感じがありましたし、もう一つ、これはすでにトレーラーとかで見せられている範囲ですので、ネタバレとかの心配はせずに言っちゃおうと思うんですけども、かなり序盤の方でモルボルと戦うシーンがあります。で、そのモルボルの特定のモーションに吸い込みのようなものがあるんですけども、吸い込みの途中でめっちゃ水面にズームインするシーンがあるんですけども、あそこフレームレート20以下ぐらいまで下がってたんじゃないかなっていうレベルで、パフォーマンス安定してないです、このゲーム。一応トレーラーとかで使われているものよりかは古いビルドっていう話も聞きはしているんですけども、発売までに修正してくれていたら嬉しいなという要素ではあります。もちろん 60fps 安定しないからといってクソゲーになるとかそういったことでは一切ありませんが、たまにカクついてるって感じると没入感が損なわれたりしてしまう要素ではあると思いました。もう一つ強いてネガティブな要素を挙げるとすれば、少しキャラクターの操作がふわふわしているという感じですかね。戦闘中は全然気にならないんですけども、フィールドを走り回っている時なんかはうまく表現できないんですけども、キャラクターの動きがふわふわしていて、コントローラーの入力に対してちょっとずれている感じがありました。まあただ強いてって言った通り、特に気になる部分ではあまりないし、しばらくすれば慣れる要素でもあるとも思います。ただし走る速度が遅いっていうのは結構気になりましたね。走る速度が遅いせいでフィールドの中を移動している時にちょっとストレスに感じてしまう部分っていうのがあったりしましたし、一応もっと広いオープンフィールドを探索する時にはチョコボに乗れるという話ではありますので、それで気にならなくなるのかもしれませんけども、少なくともゲームの序盤においては移動遅いなというふうに感じました。そして最後に述べるネガティブな要素なんですけども、キーコンフィグが
ない。これはかなりしんどかったです。プレイステーション5が出てきた時に丸選択×戻るから×選択丸戻るに変わったので、結構ネット上で文句言われたりしてましたけども、じゃあとあるゲームから FF16 のようなゲームに移行した時に全く別の操作系統になるのはどうなんだよっていう風に自分思うんですよね。でそういった全く別の操作系統を持ったゲームに入っていった時に、プレイヤーに対して操作しやすくしてくれるのがキーコンフィグだと思うんですけども、それがなかったせいでめちゃくちゃ戦闘に慣れるのに時間がかかりました。戦闘システムについてレビューしていた時に、こう慣れていく中でよりスタイリッシュな動きができるとも言いましたし、いろんなコンボを自分で紡いでいくのも面白いとも言いましたけども、そのコンボを考えたりという以前に、まず操作系統に慣れるっていうワンステップが入るせいで少しとっつきにくい感じはありました。これは全てキーコンフィグさえあれば解決できることですので、製品版ではあったら嬉しいなとは思います。もちろん操作系統が複雑すぎるせいでキーコンフィグをユーザーにさせてしまうと何かしらの不整合が発生してしまうっていうことを見越しているのかもしれませんが、それこそそういったことが発生してしまうかもしれません。本当にやりたいですかっていう注意事項を入れていただければ問題ないかとは思います。ただしネガティブな要素っていうのが逆にそれくらいしか上げられないっていうのはすごいことだと思います。ポジティブな要素たくさんありますし、ネガティブな要素非常に少ないということで、総合的に見て素晴らしいゲームだと思いますし、これは製品版が出てきてそれを遊ぶのが本当に待ちきれない。開始2時間分遊んだあのストーリーからどういう風に派生していくのかっていうのも本当に気になりますし、自分自身の手で一つ一つ召喚獣を集めていって、それぞれの技を解禁していって、自分自身の手でいろんな技を紡いでいく、いろんな技を組み合わせてコンボを作り出していくっていう過程をやるのも非常に楽しみです。それではまた FF16 が発売した時にお会いしましょう。配信する予定もありますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。Bye-bye.